んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは、夫の浮気を疑う自分をやめるです。いつも自分のパートナーに対して浮気を疑う人がいますよね。すぐに恋人や夫が浮気していると言って問い詰めたり、スマホを覗き見していたりします。こんな人は夫からしてみるとすごく嫌ですよね。本気で浮気しようかなって思いますよね。それでトラブルになります。そもそも自分が勝手に疑っているだけなんですよね。その疑いはどこから来るんでしょうか。それは実は子供の頃に親に対して思っていたことから始まります。親に怒られた時に、自分はもう可愛くないんだと思ったんですね。そしてその時にいた他の兄弟に親が優しくしていると、あっちの方が可愛いんだとなってしまって、裏切られた思いになります。でもこれは本当でしょうか。親は何もなしに怒ったりしませんよね。つまり自分が何か悪いことをやらかしているんです。勉強しない、片付けをしない、妹をいじめる、お兄ちゃんにわがままを言う、お風呂に入らない、ゲームばかりやる、などなどです。これでは親が怒るのは当たり前です。本人はお母さんが怒るのは正当じゃないと思っているので、自分は悪くない、何々の方が可愛いからだと思い込んで自分を正当化したんです。この回路が頭に残っているので、自分が夫に対して不十分であるとき、あるいはわがままであるとき、夫が自分を嫌うのを知っているので、先回りして夫が浮気をしていると思い込むんです。そうしたら自分の悪いところを直さなくて済むからです。でもこんなことをしていたら本当に嫌われてしまいますよね。ですからちゃんと自分の欠点を直しましょう。ではいつものように目を閉じて、自分が6歳の子供だと思ってください。そこへ大人の自分がやってきて、あなたに話しかけます。あなたはとても疑り深いよね。夫が他の女性と笑いながら話していたとか、出張に行ったとか、いつも女性関係が気になってイライラしているよね。そして時にはしつこく夫に尋問するよね。でも答えを聞いても安心してなんかいないよね。だからちっともイライラは止まらなくて悶々としているよね。大人の自分はそれで困っているよ。あなたが本当に疑り深いから、こんなに醜い自分になって余計に嫌われる気がするんだよ。バカだね。本当に夫を失ったらどうしようって不安になるんだよ。あなたは心の中で、どうせ私のこと本当はそんなに好きじゃないんでしょ、どうせ私のことそのうち見捨てるんでしょという言葉が渦巻いているよね。どうせ他の人のことが好きなんでしょ、どうせ私を裏切るんでしょ、こんな風に相手にいつもいつも思っているよね。相手はそれを薄々感じているから、本当に煩わしくてあなたと一緒にいたくなくなるよ。だから結局相手に浮気させることになるかもしれないよ。そして結局自分はやっぱりって思うんだよね。バカだね。あなたがそう思うのは、あなたがお母さんにそう思ったからだよね。お母さんが自分を裏切って見捨てたと思ったんだよね。それで夫も同じだろうって思い込んでいるんだよね。あなたがお母さんにそう思ったのは、お母さんに怒られたからだよね。自分のことは自分でやりなさい、わがままはやめなさい、やるべきことをやりなさい、
って怒られて、その度にあなたは反抗してわがままをやめなかったし、お母さんの言う通りにやらなかったよね。だからお母さんはあなたを怒り続けたんだよ。それなのにあなたはそれを理解せず、お母さんが怒るのは私が可愛くないからだ、他の兄弟の方が可愛いんだと思い込んだよね。裏切られたって思ったんだよね。それは言う通りにしようとしない言い訳だよね。だから今でも夫が自分を裏切る気がするんだよ。それはあなたがお母さんにした時のように夫の言うことを聞かないからだよね。自分のやりたいようにやっていたり、夫が求めることを面倒くさくってやらないからだよね。お母さんに言われてもやらなかったように、今大人になっても必要なことをちゃんとやっていない。だから夫も自分を嫌うと思っているんだよね。本当は他の女なんて関係ない。だからあなたは夫の言い分を聞いても安心できないんだよ。だからちゃんと夫が言うことをやりなさい。人の言うことを聞きなさい。だらしないのをやめなさい。やるべきことをやりなさい。言い訳せずにもっときちんとした仕事をしなさい。そうしたらあなたは夫が自分を裏切るなんて思わないんだよ。そうしたら人に嫉妬もせずに済むね。きちんと仕事をすれば自分で自分を肯定できる。その方がずっといいよね。大人の自分はあなたをとても大切に思っているよ。だから幸せにしたいんだよ。それにはやるべきことをきちんとやって自分を誇らしく思えるように行動すること、それだけでいいんだよ。できるよ。あなたにはできるから頑張ろうね。